俺の名前は泉正宗。高一、学校に通いながら、兼業でライトノベル作家もやっている。中学入学とほぼ同時に、ライトノベル作家デビュー。以来3年間、すっげえエロい絵を描く頼りになる相棒。エロ漫画先生と一緒にラノベを作ってきた。そして先日、シリーズ完結記念で初めてのサイン会を行った。宗くん宗くん、これって君の小説のイラストを描いてる先生のブログじゃない？かー今では俺のたった一人の家族になってしまった血のつながらない妹。一年前のあの出来事から妹は自分の部屋に引きこもり誰とも交流しなくなった。なんで私に構うの？放っておけばいいじゃない。エロ漫画先生、ムネ君のこと妙に生き生きとディスってない？私、お兄さんとも仲良くなりたいな。なんでダメなのよ。私がオリコン1位のこの私が言ってるのよ。つまらない夢を抱く君が、私の夢の邪魔をする君が嫌いだ。俺が天聖の勤労を書いてる泉正宗なんだ。うわっ、お前がエロ漫画先生なのか？そんな名前の人知らない。じゃあなんでそんなペンネームつけたんだよ。妹がやってきた日のことをいつも思い出す。春に降った雪のように儚げなあいつは、母さんの後ろに隠れてうつむきがちに俺を見つめていたすけ。はじめまして、兄さん。エロ漫画先生。